こんにちは、ゆうぽんです。かなりやってほしいっていうリクエストがあったので、今日はこちら、指でどんな心理テストやっていきたいと思います。そう、昔っていうか前は、お絵かき心理テストって名前だったんだけど、なんか楽になったのね。楽にしなくてもいいと思うけど、なんか指でドーンってするだけでわかるみたいです。ちなみにこちら結構な下ネタ心理テストなので、まあ見たい人は見ろよって感じ。じゃあ早速やっていきます。テストスタート!お!なんかワクワクしてきた!結構大好きなんだよね。合コンです。どこに座る?うざいデブの隣か、面白い脇が。うわ、やだなー。でも結構匂いってきつくない?いや、うち脇がの人と友達じゃないからさ、なんかあんまわかんないけど匂い。うちは、お前って呼ぶなよ。うちは脇がよりも、うざいデブの方がいい。みんなならどこ座る?絶対脇が嫌だ。診断。落ちた。落ちるなよな、ここで。結果が知りたいぞ、私は。あなたの性癖がわかります。あなたの性癖はこれ、デブの左、言葉攻めされたいド M。デブと脇がの間、奴隷を従える女王様。脇がの右、変態的な匂いフェチ。なるほど。確かに今、こん中だったら言葉攻めの方かな。あ、ち、言葉、ああ、続いて、アイスを重ねて。あ、順番?バニラは美味しくないから最後にやって、で、イチゴ、チョコアイス、で、チョコミント。これなんでチョコミントかっていうと、私、チョコミントが一番好きだから、一番最初に食べたい。お!あなたのやり方がわかります。上から順にあなたがエッチで舐める場所の順番です。バニラ唇、チョコ首筋、イチゴ胸、チョコミント、あ、そこ、あ、ダメです。あーでもまあ、あーでもまあとか言って。人形を見つけた。何色の貝殻を胸につけていた。あ、なるほど、そういうことね。何色。これ。ピンク。人形ってさ、アリエルとかもこれじゃない?確か。丸々の色がわかります。絶対乳首じゃない?これ。あは、違うわ。薄ピンク色の貝殻はあなたのあそこの色です。男女共に一番モテる。おー!じゃあいいじゃん。来た。次、キラクリダイヤを掘っています。ダイヤはどの辺で見つかった?いや、ダイヤはね、もうね、すぐそこにあった。もうね、出てんの、ダイヤが。不倫にはまりやすい。うわ、広告入りましたね。不倫にはまりやすいかはまりやすくないか。ダイヤが深い位置あればあるほど、あなたは不満にはまりやすい性格です。深い位置のダイヤまでたどり着いても、二度と地上には戻れない。それが不倫です。うわ、なんか名言出た、急に。次、鏡に映ったあなた、どんな目をしている？気持ち悪い何考えてんのって感じだけど。なんかうちいつもこんな顔。あなたが〇〇を目撃した時の顔です。浮気現場を目撃したあなたはこんな顔です。やばいやつになるよ。気持ち悪い。どっちが浮気してんだよ。ターザンはなんて叫んでいる?あー、ひやー、そこだー。あー、ブル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 。そこだーって言ってる。だけど言ってそうじゃない。そこだーって言ってそうじゃない。〇〇字の声。あなたが行く時の声です。どこだ?そこだーって言いながらやんの。そこだーって言いながらやんの。あ、そこそこもっともっとみたいな。どれか一つだけ、髪飾りをつけて。これ。なんか、髪を下ろしてるなら、これかな。恋人への依存度がわかります。音?アメピンを選んだあなた、依存度 50%。スイッチが入るとメンヘラになるかも。なんでわかんの?勝負したけど選んで、お!ビーパック!ちょっと待って。何で攻めるかってこと?パンツは嫌だな。これ。これでいくわ。夜の得意技がわかります。白いレースブラ選んだあなた、夜の得意技、あざとい仕草。なんでわかんの?電車ガラガラだ。どこに座る?ここに座る。絶対そうでしょ。真ん中に座るやつ絶対ないから。絶対ここだから。あなたが何で疲れているかがわかります。お!今疲れてるよ。端っこ、人付き合いに疲れている。端より内側、自分に疲れてる。ど真ん中、遊びすぎて疲れてる。それ以外、人生に疲れてる。床座りってことね。でも人付き合いに、まあ、確かに人付き合いには疲れてるよ。缶バッジどこにつける?これが、推しの缶バッジだとしたら、皆さんどこにつけますか?ここにつけます。なんか持ち手の
ここら辺。持つとこか。実際つけてるしね。あ、つけてねえわ。つけてないわ。なんだこれ、なんかおかしくなってるぞ、これ。おかしくなってるよ、これ。ここにつけてるうち今。あなたはどう思われてる？うち嫌われてると思う。真ん中。あの人協調性ないよね。端っこ。たまに変なこと言うよね。持ち手付近。いつもパッとしないよね。とこと私は、たまに変なこと言うよね。次、好きな順並べて。アザラシ、シャチ、ペンギン、ラッコ。クソ適当だけど大丈夫？あなたが異性のどこを見ているかがわかります。あなたは異性の体をこの順番に見ています。まず私、アザラシ、顔。おー！ おーとか言ってて。いや、オッケーオッケーオッケー。え、待って分かってない！え、分かってないうち、ペンギンだよ、一番最初。股間だよ、うち見るの。熊のぬいぐるみにメガネをかけさせてみて。はい。二重人格度がわかるかも。片眼鏡、二重人格度は 90%。もはや多重人格かも。でもうちさ、このことに関してはね、うちめちゃくちゃ思うの。自分って多重人格のような気がする。なんかね、動画の時の自分と素の自分と、あともう一人自分がいんの。あともう一人自分がいんの。ゾンビが襲ってきた。何で戦う？あー、迷うな！え、魔法がいい。なんか、信用がある。めんどくさい人が絡まれた時のあなたの態度がわかります。強を選んだ人、めんどくさい人から永遠と絡まれるタイプです。いつもご苦労様。うわ！分かってんね。いや、ほんとそうなの。うちがね、嫌いと思ったり、関われたくないと思ってんのに、向こうから関わってくるの。ほんといつもご苦労様、私。なかなか懐かない犬と遊びたい。どう誘う？おいで？欲しい？ほらほら。ぷい。え、絶対なんかチンコ出てきそう。うち、物で釣るタイプ。これでいこう。うまく誘えましたか？エッチを誘うとき欲しい？と相手を挑発するタイプ。欲しい？あー、言いそうかもしんない。突然モンスターが現れた。次元爆弾はどこに置く？あなたが何で失敗しがちかがわかります。次元爆弾をモンスターの近くに置いたい人は何も考えずに行動して失敗するタイプ。自分に近い人は考えすぎてチャンスを逃すタイプ。あ、大志くんですね。いつも思う。もうちょっと考えてから行動すればよかったっていつも思うから、そういうことだと思う。次、勇者の相棒を選んで。え、ドラゴンがいい。絶対ドラゴンがいい。あなたの友達はどんな人？変態。ドラゴンを選んだ人。自分よりも優れた能力を持つ友達がいます。地雷ちゃんにリボンをつけてあげて。うわ、来た、地雷。え、地雷、え、ここはなんか二つリボンあったら二つつけたかったけど、ここでいいんじゃない？わ、ぽい！あなたの地雷度がわかります。あなたの地雷度、髪や頭、地雷度 30%、首！はぁ？突然蜂が、蜂は体のどこを刺した？股間。あはこ、股間隠し。いいじゃん。丸々してほしいところはわかります。エッチの時はあなたはキスされるとか、ねえ、待って、待って、普通に手にすればよかった。え、これから好きな人とお出かけ。カバンに入れる順番は？はん。お菓子、お菓子、リップ、ハンカチ、スマホ。そもそもお菓子入れないけどな。小物とかでしょ？あなたが好きな人に求めるものの順番がわかります。あなたが好きな人に求める順番はどれでしたか？リップ、エロさ、スマホ、頭の良さ、ハンカチ、清潔さ、お菓子、面白さ。え、これはね、間違ってる。これは間違ってる。別にね、男性に面白さは求めたくない人。なんか、面白さはいらない。エロさが欲しい。うん、頭の良さもいらない。エロさ、清潔さ。リップ、ハンカチがいい。じゃあ、続いて最後。まだまだやりたいけど。最後ね。デスゲームで勝利したあなたが最後に手に入れたものは？デスゲーム？あ、イカゲームってことね。最後に手に入れたもの？お金。じゃね？じゃなかったらグッズ買えないよ。あなたが最後まで守り抜くものがわかります。あなたは名義や恋人を捨ててもお金だけは守り抜くタイプです。お金があれば何でもできる信者かな。だってこの世ね、お金がなかったら何もできないよ、本当に。ねえ。うわー、やりてー。うわ、どこをやっつける？心臓。ん？あ、心臓逆だ。うわ、これめっちゃやりたい。これ絶対そうだよね、これ。これ絶対そうだよ、これ。
ちょっと待って。これ、絶対そうだよ。今やめようと思ってさ、一個やっちゃったけどさ、絶対そういうことだよね。あれのサイズがわかります。とにかくあれがでかい。男性は自分のあれのサイズで、女性は好きなサイズです。はい。チンのことです。ねえ、そういうことだよね。だと思ったらもうさ、バナナの大きさが出てきたとき、出てきた瞬間、あ、もうこれは一個しかねえと思った。はい。ということで、今日はですね、リクエスト。まあ、私がリクエストしたんだけど、それでも皆さんがね、やってほしいっていうコメントがあって、今回は、指でどんな心理テストで遊んでみたんですけども、やっぱり安定に面白かったね。お絵かき心理テストもなかなか面白かったけど、指でどんもなかなかいいね。下ネタがね、変わんねえね、やっぱりね。ぜひこちら、まだまだ多分テストあると思うので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。私もちょっとやりたいと思います。やりたい、これ。マジで。あなたがエッチで前戯をするときの順番です。T シャツ、胸。股間大好きだね、私。